まず皆さん、サムネとタイトルで釣って申し訳ないです。なんでサムネとタイトルで釣ろうと思ったかと言いますと、この動画を一人でも多くに知ってもらうために、全て見てもらうために、このタイトルとサムネイルにしました。なのでキャプテンとの件に関しては、この動画を全て見れば完全に理解できます。都合がいいところだけ切り取る有名実況者の裏側、有名人が言ったことは全て現実になるんですよ。1月20日サリーと会う予定だったけど、俺らの時間が遅くなった。予定では12時頃に心霊スポットに行く予定だった。11時ぐらいにホテルチェックイン間に合わないから、もう会わなくていいと言った。ホテルじゃなくて俺の家に泊まりなよと言ったので、サリーの家に泊まることになった。30分後ぐらいに電話がかかってきて、やっぱ泊まるな、ハゲハゲ、くんなくんな、死ね、障害者と意味もなく煽ってきた。なんで煽ってくるのといろいろ聞いたけど、くんなくんなの一点張り。俺らがもう着くと言ったら、じゃあ会うだけならとホテルのチェックインをやめてまでタクシーに乗車した。その時は終電で電車がなかったため、東京からまで向かった。まで向かっている途中、電話がかかってきて、やっぱくんなくんな、帰れ帰れ、ハゲハゲと、さっきの一点張りが始まった。このまま引き返したら完全にお金の無駄だったから、俺らは喧嘩を売らずに落ち着いてサリーと会う方向に持っていった。その後アッパホテルで予約を取った後、ゼンリーの交換を求めてきた。その時は俺のゼンリーではなく友達のゼンリーを交換した。会う約束をしていたので、歩いてサリーたちの方へ3人で向かった。脅しのためかサリーの他に4人を連れてきていた。サリーはカメラをこちらに向けて録画を回していた。ここで余談なんですけど、その前にサリーはジャンスと通話しており、サリーが今からダゲジーたちと会うんだけど、マジでうざいから包丁を持ってマジで殺しに行くと言っていた。その後僕ら3人のうち1人が胸ぐらを掴んで事情を聞こうとした。そしたらサリーたちの他のみんながいきなり謝り出した。煽った理由を聞くと、ジャンスが家と指示したと言っていた。だがジャンスは指示しておらず、その場を逃れるための嘘をついてジャンスを悪者にした。そもそもこっちに来いって言ったのもサリーたちだから、タクシー代2万5000円をみんなで返せと言った。二度とこんなことを起こさないため土下座をさせて反省させた。そこで僕らは言い過ぎたと思って、ドッキリという形で相手を和ませようとした。そしたら仲良くなって家を教えてもらって、そのまま解散した。ホテルに帰った後、さすがにかわいそうだと思ったから、タクシー代は払わなくていいよと LINE 電話で言った。そこで話は完全に終了したと思われた。1週間後ぐらいにキッズダンジョンの影響で1万人達成したサリーが調子乗ってか俺の全ての SNS をブロックしていた。その時はまあ調子乗ってブロックしただけだなと不審に思っていたが、スルーして何事もなく生活していた。その後ジャンスとフォートナイトをプレイしている時に、ジャンスがサリーのことを招待して久々に喋った。そしたらサリーが俺の本名をなぜか知っていて脅してきた。サリーはなぜか学校も住所も知っていて、誰が俺の個人情報をまき散らしたのかを聞いたが、教えないの一点張り。一度和解したのにもかかわらず、なぜか脅しをしてきたサリー。その後俺のディスコードも乗っ取っていると脅してきた。これに関しては不正ログインです。本名住所等を教えた人を一刻も早く特定するために、サリーをパーティーからキックして情報を探り始めた。でも SNS 全てをブロックされているため、絶対にサリー本人の口から誰から教えてもらったかは聞けるわけもなく、ベックスにサリーと仲良くしてもらってスパイを頼んだ。だが俺のディスコードをサリーは乗っ取っているため、ベックスとの通話履歴であっけなくバレてしまった。俺の個人情報、プライバシー関係のものを全て持っているとサリーが晒す危険性があり、サリー本人に直接会うことを決めました。サリーに行くぞと忠告すると確実に逃げると思い、サリーの友達の家に行き、サリーの友達とサリーの家に行った。そしたらすでにサリーの家の周りには警察が張り込んでいて、サリーが窓の隙間からこっそり見てることは確認できた。その後は事情聴取を警察にされて、今までの時系列を全て話した。だが警察はサリーの口から俺の個人情報を抜き取った人を聞き出すことはできないと、話は終わってしまった。さてことでね、この前いた2人の人とね、動画見ていくんですけど、全て話して僕は活動を休止します、かっこがち、ってことで見ていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。キャプテンさん言われてますけど、まあ、ここからね詳しく僕がね説明していきたいと思います。で、初めに言っとくと、僕より有名な人が言ったことは事実になるんですよ。はい、まあなんで喜んでるのって感じだよね、みんなからしたら。実は過去の僕から
過去の僕からメッセージ。キャプテンがこの動画を見る前に動画を撮ってたらしいです。見ましょう。皆様にダゲジーについてメッセージがあります。この動画を見てるっていうことは全てがうまくいったということですね。全てがうまくいった。何がうまくいったんですかね。ちょっといろいろ皆様に説明をしなければいけないことがたくさんあります。ですのでなるべく皆様動画をちゃんと最後まで見てください。ある事件が起きました。でこの事件は被害者本人から話をしてもらいましょう。 OK サリーごめんね。はい、サリーくんですね。一番最初にこの事件の時系列を完全に説明したと思うんですけど、その時系列を聞いた上でサリーの証言を聞いてみてください。どうぞ。ちょっと辛いと思うけど、あの日の事件について一から話してくれる？一からキャプテンが話すと言いました。ダギジの、うん、最初あのダギジがね、あの東京に遊ぶってツイートしてたんよ。でそれであの、まあ、誰と会った方がいいですかってなんかツイートしてたんよ。東京行くからって。でなんかサリーに会えばってリプ書いたんよ。うん、でそれであの会おうよってなって8時ぐらいに会って10時に終わるって言われたのに、深夜の12時半ぐらいになんか電話かかってきて、俺らタクシー代に、はい、この時点で話が全然違いますよね。そもそもどっちが嘘言ってどっちが本当言ってるかなんて皆さん分かんないと思うんですけど、都合のいいようにしかサリーを話せないんですよ。2万円払って来てやってんのに会わないのさすがにダメでしょみたいな。せっかく来てもらってるし、そう会いに行くかってなって、いやでも何かされる説あるって思って、リア友4人合計5人であの行ったんよ。リア友4人誘って、住所はさすがにバレたらやばいから隣のセブン送って会いに行ったの。隣のセブンの住所送って会ったわけね。そうそう、それで、はい、もう話が飛びすぎですね。もう1から話すって言われてるのにもかかわらず1から7までこれ飛んでますね。本当にその前の時系列一切話さずに完全に俺が謎に会いに無理やり会いに来たっていう、その前のサリーの煽りがなければ来なかったわけですし、そもそもね。でこいつが最初に会うって言ったから僕らはタクシー代払ったんですよ。まあその途中のね、まあタクシー代の証拠とか一応録画してあるんで、とりあえずその動画貼っときます。一旦拡大して、200人高いよサリー。はい、まあ、俺らがタクシー代2万5千の録画撮る理由なくないですか。普通に会いに行ったら、僕らのホテルの予約あったのにもかかわらずサリーが泊まっていいって言ったから、僕らはわざわざねホテル取らずにサリーに会いに行きました。でタクシーの、まあ、途中、まあ、大体1万円台超えてきたぐらいでサリーから電話かかってきて、もう会わないよ、くんなくんな、ハゲハゲ、この一点張りずーっとこれで、もう1万円払っても結局無駄じゃん、そんなん言ったんだからね。そこまであいつが来ていいって言ったのに、それでいきなり話を変えるのはもう1万円払った意味もないから。まあ、この会話を聞いてる感じ、勝手に来て勝手に言ったみたいな言い分ですね。都合のいいところだけサリー君話してますね。で会いに行ったの。ヨーヨーダギジって言ったら、あお前らね会ってんだよ、あらあらあらって言われて、なんか急に全員殴ってきて、おっとっとっと、はいはいはい、ここですね。ここはおかしいぞ。急に全員殴ってきてって言ってますけど、僕3人で行ってたんですけど、そのうちの1人がもうずっとイラッとしてたんで、その通話とかに対して胸ぐら掴んで脅しに行ったんですよ。お前ら何してんだ、調子乗ってんだと。舐められないようにね。そう、相手も5人いるし、もしかしたらやられちゃうかもしれないから。そう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 、普通に5人いるからね相手、俺ら3人だけど、普通にシャイも身長でかくて、そうそう、身長でかいし怖いし、何されるかも分かるわけないから、全然もう急に殴ってきてっていうこの言い分ね、殴るっていう、全く殴ってませんし怪我させてません、一切怪我もさせてません。何この急に殴ってきてとか、結局さこの晒すのってキャプテンじゃん。キャプテンが都合いいとこだけサリーが話したことを乗っけることによって、もちろん登録者数は僕の4倍いるんで、4倍いる人が晒したらもちろん信憑性増しますわ。でもこれからね動画の中盤後半わかんないですけどに、まあキャプテンのまあ言い訳シーンがあるんでね、じゃあそれもね全部見せたいと思います。すべてわかりますこの動画で。殴ってきた、殴ってきた、ちゃんと殴ってきた、
ちゃんと投げてきた。もう本気ね、本気ね。なんか冗談でなんかさ、こうとか、なんかこうとかじゃなくて、ちゃんとね、こうやってね、無理やりでね、はい、ここがおかしい、ね、おかしすぎをして、グーにして出してます。もう本当に胸ぐら掴んだだけで、でそれで何してんだと脅した瞬間、もうみんなね、もうちっちゃく丸まっていきなり謝り出して、ごめんなさいごめんなさいっつって、僕らはもうどうせそこまで謝るんだったらもう土下座しろっていう話になりましたね。そもそもこいつが来ていいって言ったから僕は言ったんですよ。けど途中で話を変えようとしたサリー君が悪いんですよ。もちろんタクシー代返すのは当たり前のことなんですよ、普通に考えて、うんうん、こいつのせいで島で来たんだから、うん、来ていいって言ったのに途中で来ちゃダメとかおかしいから殴ってきたんですよ。でそれで、やばい、どういうことどういうことってなって、いやなんか普通に煽られて、ごめん、俺がこいつらに煽る理由なんてないですよ、一切ないんですよ、本当に煽るなんて。だってなんかお前ら土下座しろよ、謝れよ、これは確かに言った、土下座しろと。動画あるから、動画ある、その動画載っけとくわ。一応どうぞ、はい、正座しましょう、正座しろ、お前正座しろ、ここでですか。ああいいよ、しろ、全員一人です。ちょっと危なくないですか。うねえ、正座しろから、おしゃんじゃねえよ。じゃあなんて言う、煽ってごめんなさいとか申し訳なかったです。それは警察のとか、これあと話が変わってごめんなさいとか、はいはい、でタクシー代ちゃんと分割、あのみんなが払ってるのもいいから、はいはい、出せる、本当に2万円、2万円でいい、きっぴりいいよ。あれいつまでいますか。いつまで、はい、もう明日帰るの。普通に明日帰るんですか。明日帰る、お前らのために来てやったんだよ。普通に俺会うの楽しみだったんだよ、面白かったから。なんでいきなり態度バカみたいに変えてんじゃねえぞ。これ何もしてないのにね。はい、何もしてないのにって言いましたよね。何もしてない、何もしてないわけない。じゃあ皆さんよく考えてください。何もしてないのに僕らがいきなり胸ぐら掴んでおいって言うと思いますか。普通に考えて、普通に考えてね、証拠云々の話じゃない、普通に考えて、何もしてないサリー君にわざわざ胸ぐら掴んで脅す必要ってあるんですか。土下座までさせて、通話でさ、ちょっと後ろでなんか友達が笑っただけ、途中でね、道中でね、結局いいって言ったのにもかかわらず行かせた道中で来んな来んな、その時もよ、煽ってたよ、そう、ずっと煽ってた後ろの人が、まだすか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 、そういう感じ。あとタバコも吸ってましたね。タバコはね、普通に吸ってました。うん、未成年喫煙なんでね、普通にやっちゃいけないことなんでね。いや、友がなんか投げられたね。何投げられたの。タバコ、タバコを投げられたと。どこに。え、顔に、顔に投げられたと言ってますけど、その時僕しかタバコ吸ってなかったんで、ほんとイラついてたんでタバコ吸ってたんですけど、ずっと俺だけしかタバコ吸ってなくて、他の二人は吸ってないんですよ。でそのうちの一人が胸ぐらをつかみに行ったんですよ。僕がタバコを吸ってるのにその人はタバコを吸ってないんで、投げるも何もないじゃないですか、それに関して。まあでもこれに関してはほんと証拠もないんで、どっちが何を言おうと、まあなんだろう、証明のしようがないんですよね。土下座なんか取られて、まあ、晒さないって言いました、もちろん言いましたけど、僕らはその時、うんうん、和解をしたんですよ。俺映すな、何やってる俺、 YouTube どういうことやる、基本 YouTuber って、 YouTube 企画で、フォートナイト、フォートナイトじゃなくて実写系、誰、何やる、みんな大体やるやん。YouTuber といえば企画、 YouTuber 全体の企画、心霊スポットじゃない、謝罪じゃない、ドッキリですか。え、本当ですか。まあ半分あれだけど、まあ、怖すぎる。一つ言うと、一つ言うけど、ドッキリっちゃドッキリだけど、金は払えよ、お前、おい、本当に金払えよ、絶対に。俺こっちは来たから、ガチで企画来たから、怖すぎる、普通に。でもあれだよ、普通にさ、こいつ態度悪かったらドッキリとかじゃなかったよ。え、でも実際族は俺地元にしかいない。マジで怖いっす、マジで怖いっす、ホントに怖いっす、笑わんかったから地元から受けるんだ。え、でも実際こいつが態度悪いのはマジネットだけなんですよ。ネットだけか。あ、やっぱネットだけか。ホントにタクシーの頭血のぼりついて、でも変なことしたらもう会わないで終わっちゃうから、やっぱ会わないといけないってすごい怒られて、うん、分かった、いいよみたいな、もうめちゃくちゃ我慢したからね。けどもうどうせなら派手にやった時にしちゃおうみたいな。怖すぎる、マジで。あ、よかった、最初出た時めちゃくちゃ笑ってたから、おもろかったこいつ、こんなことしてたぜ、サリー。新スポット新スポット行きたかったよ、マジ。あれ行きたかったんだ、行きたかったよ俺ら。もう行けないし、行きたかったけど、うん、え、何門限あるっつよ、もう出ろやんけ。門限あるのこいつだけなんですけど、いや俺も毎回ね、バレたら終わりだけどね。しかも俺らご飯
イラつきのためにご飯を食ってご飯食わずにお前らのせいで こんな感じで完全和解したのにもかかわらず、後から僕の個人情報で脅してきたり、ディスコードアカウントを乗っ取るとか、僕のね個人情報を見てそれを晒すとか脅してきた、まあ、僕の個人情報を持ってることを、まあ、僕の弱み握って脅してきた。で土下座動画晒されてっていう、まあ、和解したのにもかかわらず相手から喧嘩売ってきてるのと、普通に僕に関してはもう営業妨害なんで個人情報を持たれてるなんて。ゆりかとで、ゆりかと、それを DM 送ってきたの誰かが。ゆりかと、ゆりかとの、ゆりかともね、ゆりかと最近の再生ね、ゴミだからね。高校儲かると、その高校。高校儲かると、その高校。何もらえるんだよ、さ渡したんだね、投げて。あの人普通に最高すぎる。なんかめっちゃさ、送ってくるんだよ。いや見せろ、早く。いや、見せないけどさ。サリーのフォロー中から探せば見て出てくるぞ。フォローしてもらってない。いや、渡さなかったらな、まだ。ちゃんとこいつ考えてるから、もう全部切れてる。いや、もうほぼもうね、これ、もうね、もう30枚ぐらい送ってきてる。その発端はどう考えてもサリーなんですよ。何もしてないのね。和解した証拠もちゃんとありましたからね。なのにこいつが、どっちにしろ僕全部 SNS ブロックされてるんで、誰かを教えてもらったとかもう連絡手段ないんで、なんなら動画で反応させるしかないんですよ。こうやってブロックしたらなんか されてました。ブロックしたら晒された。これも嘘だからね。個人情報等で脅してきたから晒したんだよ。和解したのにね、俺何もしてないのにね。で家までついてきて家も取られた。まあもちろんそれは証拠だよね。家は別に晒してないからね。家なんてサリーの家どこですなんて。しかもなんならディスコードであれ俺の家じゃないよって言ってきたからね、本人が。もういるのにすわ、本当に。消してるわ、消してる。はい、こんな感じで DM 見せます。こんな感じです。やっぱり都合の悪いんでこれ見て、もう都合悪くなってるから見て。元のメッセージが消去されました。全部全部ね。次第言い出せって言われたし、まだ結局出してないけど。結局出してないじゃなくて、俺が許したんで、払わなくていいっていう風にね。次第出せって言われた。そう、次第出せよ。もちろん出してもらわないと、こいつが来てって言って、行って、途中で来るなって言われる。そもそも来ていいって言ったのはこいつらなんだからね。で、1万円途中で俺払ってるから、払ってるのに引き返すなんておかしいから、もうどうせならまで行って、で、タクシー代こいつに払わせる。そんな当たり前のことでしょ。でも僕免除しましたからね、出さなくていいっていう風にって言われたんですよ。お金取ろうとしたの。お金取ろうとしましたね。そりゃそうでしょ。2万円で後で払えよって言われた。そう、後で絶対払えよって言われました。言われました。なるほどね。で、ここで終わってるのもおかしくないですか。都合いいとこだけ動画にしてるんですよ。そこで終わったじゃなくて、僕がしっかり免除したってことも説明せずにね。はい、ここまでがね、僕とサリーの件なんですけど、都合のいいところだけしかやっぱり乗っけてないんですね。まあそりゃそうですよね。自分の負ける話をそりゃ乗っけたら何もできないんで、都合のいいとこだけ乗っけて、このね、46万人のチャンネルで僕のことを晒し上げて、僕を完全に悪者にしようっていうコンタですね。まあサリーの件に関してはここまでです。まあここからがね、前回僕が出したキャプテンやらせの動画についてですね。ここからすごいですよ、皆さん。チバリュー、聞こえる？聞こえる。ダギジって知ってる？うん、知ってる。最近やった。最近やった？うん、やった。最近やったって言ってるじゃないですか。
最近やったってことはキャプテンは知らないんですよ。僕のと千葉龍がフォートナイトをやったこと。その時千葉龍は俺のファンだったんですよ。その時だってキャプテン別にスパイしろなんて頼んでるわけないじゃないですか。この時やったって聞いてるんだから。ってことは別にスパイも何もしてない、ただ純粋な普通の千葉龍が俺のパーティーに入ってきて、来た時もう千葉龍は俺の完全ファンだったんですよ。まあ、その時の映像を見せます。どうぞ。これは誰？これ誰？ワンツー。おい、お前か。どうしたどうした。おいおいおい、サリサリ。何何？おい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 。何何？あ、やっぱミルクじゃいらんかもしれん。ごめん。申し訳ない。じゃあいいよ。ね、おいおい、お前調子乗ったら動画出れる。ミルク抜けていいよ。ごめんね。こいつ本物か、ダゲジ。ふ、嘘だよ。ダゲジ本物マジで。ダゲジ。お前らこじきすんな、こじきすんと腐れちゃうよ。すいません、すいません。マフィアのマフィアだよ。すいません、すいません、すいません、すいません。ダゲジ本物なんだ。じゃあ全然反響してる瞬間黙ろ。オッケー。喋れる、喋れますか。あ、ワンツー感謝しろよ。ロシアのマフィアよ。ちょっと、ちょっと、ストップ、ストップ。待って、状況が理解できない。あ、こんにちは、こんばんは。こんばんは。ダゲジさんすかね。そうだよ。え、ダゲジさん、そう、あのご飯食べに行って、寝ないといけないから。え、いや、そんなことでいいよ。え、待って、ダゲジ。え、何してくれてるんですか。ポコエフロンと一緒に見とって。あ、マジ。めっちゃおもろかった。ダゲジ様に見られた。サムネイルがっとりてるから。マジで声震えてる。しかないから。ちょっとこれ言っていいの？いや、いいよいいよ。俺実況者だね。しかないから。ちょっとこれ言っていいの？ちょっとこれ言っていいの？はい、どうも皆さん、こんにちは、ダギジーです。で、今回は、千葉龍がね、やらせ動画で検索してダメだよ、それは、マジで。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 が僕を晒せば僕はやっと反撃ができる。そう思い僕は千葉龍に一つ頼み事をしました。じゃあ結構頻繁に呼ばれる、うん、俺のこと聞いてくるんだったら、うん、キャプテンと話したって言っちゃっていいよ。あれやらせなんだよって。千葉龍次なんか話すときにはもう言っちゃっていいよ。あれやらせだって。ごめんね、巻き込んで。ちょっと一つ、もう一つだけ仕事してほしい。次招待されたら、思いっきり分かりやすく言ってほしい。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 全部の動画も全部やらせる、ね。あ、言っていい。僕がでもやらせって言ったら、もうフレンド消して。僕がでもやらせって言ったら、もうフレンド消して。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 あれ、千葉龍が招待してるぞ。マジで？ちょっと入るわ。入ろ。みんな千葉龍が入ってきてる。多分昨日のことについて言ってくると思う。千葉龍招待しよう。アンテリケース。招待した。どうなるかね。なんかの曲だと思う。どうした？ダゲジ？どうした？あのさ、言いたいことあるしさ、伊沢さんの言っていい？何を？
あのキャプテンの動画あれ全部やらせだからね。千葉流次なんか話すときにはもう言っちゃっていいよ。いやガチであれ全部やらせ。なんでいきなりそんなこと言ったの。なんかさあいつガチで言ったからあれも全部やらせでしょ。思いっきり分かりやすく言ってほしい。え、なんでデザインなんでデザイン。いいからあいつはあいつのじゃあ千葉流とキャプテンの動画は全部やらせだからね。やらせはよくない千葉流。分かった。あれ千葉流ないの。千葉流。おフレンド消されました。スジーブロー。もうフレンド消して、もうフレンド消してってことで、今の動画を見てもらったら分かる通り、キャプテンにスパイを頼む前の千葉流くんの音声を僕は動画に上げてたんですよ。あれはスパイを頼んだ時、その前はスパイを頼んでいないということは、それは千葉流の本当のこと。指示された通りに全部やった。やったよ千葉流、よくやった。本当によくやった、おめでとう。よく俺らのこと騙したね。その前に僕は録画してやると。その録画あるんで一緒に見ましょう。キャプテンが指示してたのってあれを見ると2月1日なんですよ。いきなり入ってキャプテンやらせだって言ってフレンドを消してこい。スパイの内容と全く合致したのが2023年2月1日先ほど見せた動画ですね。見てください。こちら僕がこの前出した動画って1月31日なんですよ。キャプテンが指示したのは2月1月、僕が録音したのは1月31日。なのでキャプテンの指示で千葉流がやらせだって言ったのではなくて、僕らが聞いたからやらせだって答えたんですよね。千葉流は子供だから病気のことを隠したいから、だから嘘言ったんだ。無理がありますよ。だって僕その前にあの僕のファンだったってことも知ってるんで。全然子供があんな役できますか。小学生ですよ、11歳ですよ。あんな演技はできませんよキャプテン。さすがに終わってる。コメント欄でも叩かれた。もちろん叩かれた。キャプテンが罠を仕掛けたのは2月1日、俺が録音していたのは1月31日とその前。見ましょう。一応言われた。なんかなんかダゲージにやらせって言っただろうみたいな。あ、言われた。なんで、なんでそんな展開になった。そもそもなんかこの動画は YouTube で公開してるんで見てください。キャプテンが指示したのは何回も言いますけど2月1日です。仮にもし1月31日にもスパイをしていたというのであれば、その前1月20何日 ?3 日ぐらい、この前に千葉流がやらせだって認めた瞬間、その時からスパイしてたはちょっと無理があるよね。だってその時は別にサリーからブロックされてたわけでもないし、何もされてないんで、キャプテンは何もその時は動くことできなかったんで、まあ、コメント欄で恥ずかしい恥ずかしい言われてましたけど、多分僕がこれだけ証拠を集めようと、結局キャプテンのファンはキャプテンの言ったことを信じるんで、僕より有名だから信じるんですよ。そりゃそうですよ、有名人が言った方が信憑性増す、当たり前のことです。僕がこれだけ証拠を出しても結局みんなは信じないですか。僕はここまで証拠を出したんですよ。まあ多分これに対して多分キャプテンは何らかの方法で言い訳作って絶対に動画を出すと思う。引退するって言ったけどこの件について動画を出すと思う。法になるかこの動画で収まるか、それはキャプテン次第です。僕は今完全に証拠を出したし、今までの時系列も言ったし、キャプテンが都合いいところだけしか切り抜いてないってのも紹介しました。これを見ても元の僕のファン、今のキャプテンのファン、僕にアンチをしてくるならしてください。未成年喫煙ダメなこと分かってます。そんなのその件に関しては警察行くなりなんなりしてもらっても構わない。別にみんなに迷惑をかけているわけではない。
それについて謝罪するつもりはない。でも僕がやらせをしていたというのは事実です。やらせをしてました。大体の実況者はそうです。他の実況者とのコラボでもやらせはします。キャプテンだけやらせをしない、そんな夢物語な世界はないんですよ。キャプテンの意図わかりますよ。泣いて僕が活動を引退したらラゲジーが俺を引退させたんだ、そういうレッテルを作りたかったんですよね。ラゲジーのせいでキャプテンは引退したんだ、お前のせいで。あとはお前が何とかしろよ。結局でも全部の証拠を今出しちゃったんで、もうキャプテンは何も言えないはずですね。こんな動画まで作ってね、最後にお前を潰すって、最後に俺を潰しに来ましたか。僕はやらせではないと最後まで認めませんでしたが、なるほど、僕は今全世界にキャプテンのお母さんシリーズがやらせだったという証拠を公開しました。なのでこれを見てまだキャプテンファンの人が信じない、認めない、別にいいです、信じなくて。僕がこの動画を作った理由は、一人でも多くにキャプテンの裏側を知ってもらえればとこの動画を作っております。お前は死ぬ、俺も死ぬ、勝手に僕の人生編集しようとしてるんですけど、もう編集させませんよ、これ以上。これがあなたのファイナルカットです。